今までは水辺ってこう与えられるものとか、えー、そういうふうなイメージだったのが自分たちで作っていってもいいんだよというようなことを考えたりとかですねあと菊池ですごく、あのー、幸いだったのは菊池高校っていう、まあ、この僕たちがやってる狭間のすぐ隣がですね高校なんですけども、あのー、高校生たちがですね自分,だ自分ごととしてこういう川町に関わってくれるようになった各地の 都市地域再生と利用区域の指定の事例をあの今後の,あのきっかけとしてあの紹介させていただきたいと思います五ヶ、えー、瀬川水系のお瀬川なんですけれども鮎が有名で、えー、落合の季節に鮎穴が仕掛けられるポイントがございますそれの今建物が映っているところで鮎を焼いたものを提供するような その建物の部分とその手前の方の洪水式のところでは、バーベキューができるようなあのサイトで、えー、オープン化がなされているという事例でございます。あのオープン化に何が大事かといいますと、やはり地域の合意が大事だというところがポイントだというところだけお伝えして、私からはあのこういった事例がありますよということのご紹介でございます。 白川い一でございますけれども、白河バンクスさんをはじめとする地域の皆様、熊本大学などの学生さんによるボランティアなど、民間の方たちが主体的にこのイベント等に取り組まれ、活動に取り組まれておりまして、しっかりとした地域のコミュニティの形成につながっています。中心 市街地の中心部を流れる白川の堤防を活用しまして、移動時間の短縮や自転車利用の快適性を高めるために、熊本駅前の白川橋から上流の尾関橋までの区間におきまして、安全で快適な自転車歩行者専用道路、通称白川チャリンボ道というものを整備を進めております。 この白河の堤防が、ですね単に水害に対する安全対策という紅用だけではなくて、交通安全でありますとか、環境対策、健康づくりにも効果ができ,できるものと考えております。大きなネットワークとか、大きなシステムの一部を少しあの変えさせていただく、ちょっと良くするという意識は常に持つようにしています。でですので で,ですから、チャリンポ道とかそういうものが実現していくのは、すごく嬉しいというか、やはりあのそこが一つの起点になって、ネットワークが広がるということをまあ実感できるので、すすごく嬉しいいいなと思って聞いて聞ます、はい、よく世の中じゃ後継者不足だとか、なんとかって言われますけど、基本的にはやっぱりその価値観をちゃんと次の世代にバトンタッチできるかどうかなんですよ。 一番住民の人たちが何をやってもらいたいからそれに答えを出してあげるその次にあるのはまたそういう関連の人たちが仲間にその話したときにそういう人たちがそこに住みたくなることこれが大切なんです、えー、実際ですね左岸でこれだけ、えー、緑の区間で白川予知なんて花火上げてますと右岸の方が相当惹かれるんですねその方々から ぜひ自分たちも何かやりたいというリクエストが出てきましたこれは対岸のやっぱりにぎわいを見てたら自分たちも何かできるんではないかという考え方になったんですねでこれをつないでいただく国交省の皆さんもしくは熊本市の担当の方々とです、ね、一緒に公民連携という形で 川を媒体とした地域経済、地域の活性化にこれをつなげていくことができれば、間違いなくこの中心市街地はまだまだ伸びしろはあるなと思っております。今ある素材をどう磨いて、付加価値をもっと作っていくかということが、今から僕らに与えられた大きな使命だろうと思ってますんで、これは地域経営という観点の中からです、ね、また白河バンクスのジェイソンなんかと一緒にです、ね、事業化していこうというふうに考えています。 白川バンクさん補助金を使わないように、えー、してるんですけどそれはなぜかというとその、えーまあ、ニーズその地域のニーズを、まあ、大事にしないといけないなって思ってますそのニーズを把握してからあの、まあ、動いてそれから、えー、ニーズを、えー、なんていう測りながら、えーまあ、例えば余裕一をやって アンケートを取ったりいろんな人と話したりしてこういうふうにちょっと変えた方がよりニーズに合うようなイベントにしていくような感じになってるんですけどニーズを聞かないと1回で終わってしまうとか補助金もらって1回楽しいことはできると思うんですけどニーズに合わないと継続ができないとかなのでそのニーズに合うような事業とかするのはすごく大事なと思ってます。 コミュニティも強くなっていくとあの、まあ、災害とかある時は熊本、まあ、地震とかそういう時はあのその後避難所とかいろんな問題があったらしいんですけど、まあ、コミュニティを余、まあ、一とか他の、えーまあ、緑の区間を中心に、えー、いろんなイベントとか事、えーまあ、業とか楽しいことをやることでコミュニティがよくな強くなっていって,、まあ、なんていう災害の時とかも、まあ、よりスムーズに、えー みんな一緒になって、まあ、乗り越えることができるんじゃないかなと思います。でもジェイソンさんたちがいいのは、こういずれもウェルカムというか、いろんなこう新しい魅力を出して、やってるってなんか辛そうなところに行きたくないじゃないですか。でもなんかやってる人が楽しそうだとあ、なんか私もやってみようかなと思うので、そのコミュニティをやっぱり閉じつつ、強くしつつ、開いていくこともやっぱすごく大事で、そういうこうなんか閉じつつ開くっていうのをですね、できれば楽しく。 あの持続可能ににやっっっててていいいくううのが大事かなというふうに思ってですねビジネスってやっぱり価値を交換するのがビジネスだっていうふうに僕は習ったんですけど価値を生み出す人と価値を交換する人が上手にこう組み合わさってるっていうのがあの,白川由地の魅力かなといいう,うに思いました、まあ、水サミットでもありますし特に地下水の恵みを受けている私たちはなんかそういう流れつながりをもっとこう。 実感体感できるようなデザインというか取り組みというかなんかそういうのができていくと白河も江津子も菊池も阿蘇もまたいろんな,なんかこう広がりというか芽が生まれてくるのかなと思ってまあちょっとそういうところにもチャレンジできたらいいなというふうに思っています。 水循環するっていうことがですねやっぱサステナブルの象徴かなというふうに思っていてそれはやっぱり人中心主義もちろん生態系も大事なんですけど結局はやっぱ人なのかなあの負荷をかけてるのも人ですし今日のにぎわいの中心なのも人なのですごいやっぱり人を大事にするっていうことをあの意識的にやっていくっていうことが、まあ、にぎわいもそうですし、まあ、このコロナ禍でですねつながりっていうのはすごく大事なんですけども。 つながり続けるっていうのは永遠じゃないのでやっぱり変化も求められると思いますでそういうことをです、ねえー、とみんなで一緒にやっていくだ僕たちはその次の世代に向かって深掘りもしなきゃいけないし広げていくこともしなきゃいけないのでその時に自分1人でやれることは限られてるのでみんなでやっていきましょうねということだというふうに思います第4回アジア太平洋水サミットの関連イベントとして水辺を生かしたにぎわいづくりのシンポジウムだと。 なんかね、ぶつ切りじゃダメなんですよね。全部一通りやるっていうのが大事で、それを今日はあの登壇者ですね、5名の方とあと司会で一緒にやらせていただきましたけども、あなたの近くの水辺ではどんなことができるかなということを考えていただければというふうに思います。それでは最後、登壇いただいた皆さんと、あと会場に来てくださった皆さん、あの皆さんに拍手を持って終わりたいと思います。どうもありがとうございました。